わしは勝たねばならぬ。ひるむな政宗、わしを父を討て。何をためらっておる。構わん、撃て。撃つのだ政宗。伊達を潰すわけにはいかぬ。撃て。父を殺した上、家を潰したとあっては全言。小十郎、ご無礼お許しを。肩の力を抜いてください、政宗様。天正12年、陸奥の大名伊達輝宗より家督を譲られた政宗は積極的に領地を拡大した。政宗の勢いを恐れた近隣の城主二本松義継は政宗に和睦を提案。政宗は義継にわずかな所領を与えた。義継は所領安堵の礼として伊達領を訪れるが、そこで見送りに来た輝宗を拉致してしまう。政宗は人質となった輝宗もろとも義継を討つと弔い合戦として二本松城を攻めた。これに対し二本松城救援のため佐竹ら周辺勢力の連合軍が来襲。政宗は二本松城に包囲部隊を残し、自らは連合軍迎撃のため一鳥橋に陣取った。数の上では圧倒的に不利だが、政宗は引けなかった。父のため側近片倉小十郎と共に過酷な戦に臨む。東北の将一鳥橋の戦い。上々の戦でございました、政宗様。南奥州の覇権を決める戦で佐竹や上杉まで追い払うことができたのですから。何か上々か。父上がご存命ならばこんな戦すら起こらなかった。下月も死なずに済んだ。すべてわしの未熟さゆえよ。なぜ父上はわしに撃てと言ったのか。なぜわしは父上を撃ってしまったのか。政宗は家臣の奮戦や小十郎の策に助けられ一鳥橋の決戦を制した。しかし父輝宗の死をきっかけに伊達家と同盟従属していた勢力は次々と離れていった。焦った政宗は北方の大崎家の内紛に乗じて侵攻するが、大崎家の分家筋にあたる最上家の介入を受け失敗する。その様子を見た佐竹軍は一鳥橋の雪辱を果たすべく南方から伊達領に侵攻した。連戦に次ぐ連戦で伊達軍の疲労は頂点に達していた。政宗は再び窮地に立たされることとなる。東北の将郡山合戦。
何を焦っておいでですか、政宗様。話せ小次郎、今度こそ佐竹を討ち取ってくれるわ。佐竹らが攻めてきたのも、我らが北のお家騒動につけ込み領土を強引に奪わんとしたため、未だ北の情勢も落ち着いていないのに、すぐさま自ら出撃し佐竹らと戦うのはあまりにも無謀、いえ無能にございます、政宗様。うるさい、わしには時間がないのじゃ。いや、もう時間切れかもしれないぜ、伊達政宗。なんじゃ貴様ら。俺は中央から来たしがない傭兵さ。俺は中央から来たしがない風来人さ。知ってっか、天下は信長亡き後、秀吉ってやつが握った。やつはついに九州を征伐した。近いうちに関東やここにも攻めてくるだろうよ。聞いたか小次郎、わしは一刻も早う奥羽を統一し、天下人と渡り合わねばならん。さもなくば父上が浮かばれん。お前、なんで前田家を出奔した。そしてなんでこの奥州に。おじごはすでに生き方を決めた。きっと秀吉と一緒に天下の頂上まで駆けるだろうよ。そう、天下は秀吉を中心にして収まろうとしてる。いいことなんだろうが、寂しくてね。だがここらには戦の匂いがまだ残ってるのさ。父を討った政宗、兄弟を討った景勝、そういった連中がもがき苦しみながら戦ってる。俺はそういう奴らと一緒に行きたいのさ。だから奥州までぶらついてきたってわけだ。だがこの奥州まで統一されたら、あんたはどうするんだ。またどっかに行っちまうだろうね。で、乱世が終わりゃふっと消えちまうだろうさ。だから少しでも長く乱世が続くよう、あんたから秀吉に頼んどいてくれ。てめえ、俺の正体しれっと見破りやがったな。つかんなこと頼めるかって。あの年で奥州をほぼ手中に収めやがった。まさに昇竜だな。が多少荒れ狂っちゃいねえか。あのまま誰かで構わず噛みついてたら死ぬぜ。大丈夫です、そのために私がいるのですから。ヘッ、政宗のやつ、いい立ち持ってんじゃねえか。いやー、噂以上に面白いね、この奥州ってところは。面白いじゃと。歌舞伎もの風情に何がわかる。あんたは親父への思いを外にぶちまけ、景勝は親父への思いを内に抱えて互いにし合う。似てないようで似た者同士の大喧嘩、飲み込んでる分あちらさんに分があるかね。わしが上杉に遅れを取ると申すか、バカめ。わしは必ず奥州、いや天下の雄となる。上杉などこちらが飲み込んでくれるわ。取るに足らない歌舞伎もの風情のざれ事さ、そんなにどなんなさんな。ところでそんな歌舞伎もの風情の頼み事を聞いてくれるかい。しばらくここに厄介になりたい。伊達と上杉の行く末見届けたいのさ。ふん、ならば存分に見るがよいわ。わしが竜となって天下に飛翔する様をな。